役に立てたみたいでよかったわ。とっても嬉しいです。これでノワールさんの傷の手当てもできますね。で、これ私のため？知らなかった。自分に使うものを自分で取ってくることになるなんてね。ごめんなさい、最初に説明しておけばよかったですね。ううん、気にしないで。どちらにしろ私が行くつもりだったから。ありがとうございます。では手当てをしますので、その服を。え、分かったわ。お願いね、ケイシャ。任せてください。特訓して見なくても包帯が巻けるようになりましたから。いや、ちゃんと見てやって。包帯でぐるぐる巻きになって動けなくなるとか笑えないから。誰が統治してるの？以前は女神様だったんですが、今はゴールドサードと呼ばれる人がこの国を統治しているんです。で、あれ？ノワールさん、どうしてそんなことを聞くんですか？え？だって私たちの国の一番偉い人ですよ。どうして？そのあれよ、あれ。私、国の外れの小さな集落で育ったから、そこら辺疎くて。そうだったんですね。そうなのよ、いつまでも世間を知らないのは良くないって両親が言うから、ここには社会見学に来たのよ。私がノワールさんにキャステーションのことを教えてあげますね。うん、お願いするわ。ではまずラステーションですが、先ほど申したように今はゴールドサードという人が統治していることになっています。なっている？どういうことなの？実は行方不明なんです。どういうことなの？理由はわかりません。ですがきっと嫌なんだと思います。国を統治するのが。じゃあ今は代わりに教会が？はい、ですがうまくいってないようで、内部でも派閥争いが繰り広げられているようです。だったの。じゃあ遠くに見える黄金の塔、あれは何なの？あれは黄金の頂と呼ばれるものです。ある日突然現れたと言われていて、ゴールドサードの力の源とも言われているんです。なるほど、確かに同じ金色だもんね。他に何かことはありますか？そうね、今は特にないわ。でしたら何
何か知りたくなったらいつでも聞いてください。ええ、そうさせてもらうわ。比べるとここの生活にも慣れてきたわね。まあそれだけここに長居してるってことなんだけど、傷もだいぶ治ってきたみたいだし、そろそろ本腰を入れて行動してみてもいいかもしれないわね。なんとかね。でも俺たちじゃどうしようも。なんだか人が集まってるみたいだけど、何かあったのかしら。あ、ノヴァールさん。町の近くの森に凶暴なモンスターが現れて、町の人が何人か襲われたらしいです。物騒な話ね。兵隊とか動いてないの？なかなか動いてくれないんですよ。あちらはあちらで忙しいみたいです。だからって放っておけないわ。そのモンスター、森のどの辺にいるの？森の奥としか情報がなくて。まさかノワールさん退治しに行くとか言いませんよね？そのまさか、リハビリにはちょうどいい相手だわ。いくらノワールさんが強くても今回はやめておいた方がいいですよ。私は強いから平気よ。それに助けてもらったお礼もまだしてない。だからここで返させてもらうわ。危険です。そんな危ない場所にノワールさんを行かせるわけにはいきません。心配しすぎよ。凶暴といっても町の近くのモンスターだから大したことないでしょ。それじゃ行ってくるわね。もう見えない。無理にでも止めた方が良かったかな。
こが傾斜の言っていた場所ね。この奥にモンスターがいるのかしら。それにしても兵士が動けないって何が起きてるのかしら。私に傷を…私に傷をつけられる相手がいるなら見てみたいわ。アルサ、遅いな。もしかしてモンスターに。どうしよう、私も見に行った方がいいのかな。にゅー、あれ、どうして猫さんが部屋にいるはずじゃ。
たのかしら。確かこの辺に来たはずなんだけど。にゃあ、ここにいたのね、ケイシャ。探したわよ。あなたは？組織といえばあなたならわかるんじゃない？そんな、あの組織はもう壊滅したはずじゃ。壊滅なんてしていないわ。生き残りが集い新たに結成したのよ。任務よ、傾斜。この者を抹殺しなさい。私はもう組織とは関係ないです。その任務を受ける義理はありません。そんなこと言っていいの？今の生活よっぽど捨てたいように。この町の人たちは関係ありません。だったらあなたが取るべき選択肢は一つしかないんじゃない？わかりました。ですが、受けるのは今回だけです。ええ、それで構わないわ。ターゲットはこの女よ。確実に殺しなさい。これは今の生活を壊されたくなければ成功させることね。いい報告を待ってるわ。どうしてそんな、ノワールさんがターゲット？やっぱりノワールさんが神だからなの？できない、できるはずない。でもそうしないと。私はどうすればいいの？もしかしたらケイシャ無理に出てきちゃったから怒ってるのかな。